えー、こんばんは、はじめまして。一度相談をさせてもらいたくて LINE を送りました。ありがとうございます。えー、でも配信者さんに相談をするのは、が、初めてで、急に怖くなって、送信取り消しをしてしまいました。申し訳ありません。いいですよ。えー、できれば通話以外で相談させていただきたいのですが、可能ですかどうぞ。えー、ブ 聞いてもらえるなら、えー、すぐに文字をまとめて送ります。一人暮らしの娘のゴミ捨て問題についてですと。はい、相談ですと。えー、ありがとうございます。今まとめてるのでお願いします。少し時間をくださいっていうのが今、なんか前置きすげえ長いんですけど、来まして。で、えー、娘が進学のために、去年から関東で一人暮らしを始めました。えっ、ー、と、住所を、ちょっとね、えー、教えていく。 え、娘は1階に住んでいて、玄関を出てすぐにゴミ捨て場がある環境なのですが、去年の4月に1回と今年の6月に1回、ゴミ捨て場の組み立てが、 組み立て方が分からなくて、目の前のマンションのゴミ捨て場に捨ててしまったそうですと。娘は田舎育ちなので、ゴミ捨て場があったらそこに捨てていいという認識だったので、悪いこととは思っていなかったようですと。二、えー、回目に捨ててしまった時に自分の住所がわかる郵便物が入っていたようで、マンションの管理人さんから不法投機で3万円。半年前からカラスと一周で困っているから、その回復費を払ってと言われたそうですと。不法投機については仕方ないことだと思うので、支払うべきだと思いました。 でもカラスがよく来ることと一周については納得がいかなくて、監視カメラを見てくださいとお願いしたそうですが、監視カメラはないけどゴミを捨てた事実はあるから払ってくださいと言われたようですと。いろいろ娘と話をして、こちらの意見もまとめて聞いた、え、聞いていた連絡先に電話をしているのですが、なぜか電話に出ません。 娘が住んでいる真ん前へのマンションなので早く解決したいし、娘のところまで3時間はかかるので心配で早く解決したいのですが、いろいろな時間帯にかけても出ないですと。ちなみに近くの交番の方には話をしています。親の私ができることはありますか分かりづらかったらすみません、えー。交番の方はマンションに捨てちゃダメだよという注意で終わりましたと。お金を払ってということについての相談はまだしていないですと。えー、いうことなんですけども、うん。 んで、まあ、補足させていただきます。娘がいつもゴミを捨てているのが玄関を出てすぐのところなので、不動産屋さんに連絡をしてゴミの移臭などの苦情とかありますかと聞いてみたのですが、何もないとのことでした。でしたと。えー、あとこの問題の話を聞いた2日後くらいに知らない番号、っこ横浜からの電話でした。娘は横浜にいます。会いに行きます。ということでね。 え、横浜から、え、ま、電話があって、私に電話がありましたが、運転中で出られませんでした。娘の方にも電話があったそうですと。かけ直す前に一応ネットで検索してみたら、娘のお世話になっていた不動産屋さんの委託業者らしいところからだったのですが、口コミがめちゃくちゃ悪くて連絡をするのが、するのを躊躇してしまい、そのままにしているといった状況ですと。その時以降、一回もあちらからは連絡もなく、聞いていたマンションの管理会社も電話に出ないという状況ですと。 名刺も渡されず誰かもわからない、わからない中で、学生の一人暮らしなので親に相談させてくださいと言ったら、じゃあ親に払わせろと怒られて、こちらが悪いのだったらばそれなりのことはしないといけない。でも納得もできないこともあるので話をしたいのに連絡が取れないという感じですと。約1ヶ月半ほど前の話になります。えー、っていうことなんですけども。えーと、これは、んーと、 ええと、連絡をしても、金を払えって言ってる人に連絡をしても電話出ないんですよね。だったら無視しとけいんじゃないですかはあ、<laughs> なもんそれ以外になんかありますなんか別に、それ、なんか、連絡しても出ないんだったら、もう無視していいんじゃないですかね。電話に出ないんですよね。じゃあ別に無視しとけいじゃないですか。それとも家にでも来るんですか家に来るんだったら、警察呼んだ方がいいですよ。普通に。 うん。はいはい。って感じですかね。うん。無視で大丈夫じゃないですかうん。ってことはまだ3万円も払ってないってことですよね。うん。っていう。3万円払ってないですよね。多分ね。それ以降、おと、おとさたなしですじゃあ無視しとけいいんじゃないですか払ってないですよね。払ってないですよね。うん。で、じゃあ、あの、 払うときに、えっ、ー、と、もし、またじゃあ払えてきた、家に直接来る場合は、もう、あのー、警察呼んだ方がいいっすね。うん、シンプルに。はい。シンプルに警察呼んだ方がいいっす。多分まあ、何が何だかよくわかんないですけど。うんで、<laughs> あとは、え、でも横浜も、横浜も広いからね。横浜の、 あの、それこそ横浜駅の近くは、あの、緩いけど、横浜の、えっ、ー、と、あそこら辺、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、船、船、なんだっけ、あの、バス、バスの、なんか、いっぱい溜まってるところがあるところ、あそこら辺結構厳しいよ、確か。うん。いきなり裁判とかにならないかと思って怖いです。だって連絡したんですよね。で、連絡した、その、履歴、かけた、かけた履歴のところ、 かけた履歴の、スクショを全部しといてください、一応。うん。は、っていう。だからまあ、多分ねうん。なんだろうね、娘が金欲しいだけってことはないでしょう、うそりゃ。うん。で、ただ、娘に、娘もだらしねえな、マジで。 娘の部屋くせんじゃねそんな、2ヶ月に1回しかゴミ出してねってなると。<laughs> くせえな、それは。マジで。湘南最近厳しい。そうだよな。あの辺とか厳しいよな。うん、だからまあ、そうね。俺は、俺だったら無視しとくかな。うん。ほんで、うん、まあ。いやでも2ヶ月に1回しかゴミ出ないんですか それまでめっちゃ溜め込んでるんすかでもそうなったら結構相手としても、うーん、だるいと思うけどね。うーん。家の前のゴミ捨て場にんでさっきの話と違えけど、4月に1回と6月に1回って言ってなかったゴミ捨て。うん。あ何のこっちゃうん。ちゃんと捨ててるっすかうん。それ以降ってことですかねわかんないですけど。うん。 まあまあまあ今ちゃんと捨ててるんだったらまあいいんじゃないですか。うん。でまあとりあえずは、えっ、ー、と、家に直接来るとかだったら、えっ、ー、と、あれした方がいいっすね。えっ、ー、と、何でしたっけ うんと、目の前のマンションに2回捨ててしまったと。ああ、そういうことね。4月に1回、6月に1回目の前のマンションに捨てたってことね。ああ、そういうことね。あー了解室す、了解室す。はいはいはい。すいません、勘違いして。で、えっ、ー、と、だからそういう意味で、えっ、ー、と、もしもう直接家に来るようだったらもう警察呼んだ方がいいっすね。うん。で、えっ、ー、と、 えー、電話で来るんだったら、えっ、ー、と、端末が2つあるんだったら、1個の通、個通話しとくじゃないですか。通話してるじゃないですか。それをスピーカーフォンにして、もう1個の方で動画でも、あの、ボイスメモでも何でもいいから、録音した方がいいですね。んで、えっ、ー、と、ちゃんと、えっ、ー、と、今度、えっ、ー、と、請求書も、じゃあまあ、まあ、最悪払わなきゃいけないんですよ。それ、まあ最悪ね。最悪払わなきゃいけないんですけど、あの、その時にちゃんと請求書みたいな書面でちゃんとください、つって。 で、あと、領収書もくださいって言った方がいいですね。うん。そう。っていう。あの、そういう風にした方がいいです。はい。っていうことですかね、えー。だから、あの、ちゃんと不動産会社さんの、えっ、ー、と、お名前が入ってて、担当者の方の名前が記載されている請求書を、あのー、いただけますかって。うん。そう。で、それでその後に、えっ、ー、と、支払あの、支払いがすん、完了したら、きちんと領収書もいただけますかっていう話。 をした方がいいっすね。はい。まあでも、基本的には自分が悪いけどね。うん。自分が悪いけどね。っていうところではあるけども、まあ、それぐらいはしてもいてもいいんじゃないですかっていう感じですかね。はい。なんとなくご理解いただけましたでしょうかうん。どうでしょううん。はい。僕だったらそうしますかね。うん、請求書と領収書を、えー、と発行していただくって感じですかね。はい。うん。 まあ、だいたい、それで、それで、あの、請求書がっていうとか、領収書がってなると、多分、だいたい、あの、引いてくれるんで。<laughs> <laughs> はい。っていうね。今、連絡、もうだから、もう自分から書ける必要ないですよ。その代わり、あの、何月何日に、えっと、娘が何月何日何時頃、えっと、あなたが何月何日何時頃に、えっと、何回ずつこう、電話してるのかっていうのは、全部記録しといてください。うん。そう。あのー、っていうことですかね。うん。それは記録しといてください。ちゃんと、どっかに、あのー、 ね、ここ5年くらいは取っといてください、それ。<laughs> はい。っていうことですかね。まあまあ5年っていうか3年かな。まあ基本的には、あの、それの時効が3年なんで。はい。アスクショ取ってやる。ああ、じゃあ大丈夫ですね。娘さんの部分も取ってありますか。そうすると、あの、3年、3年で時効なんで。はい。だから3年経ったら消していいですよ。それ、あの、3年経つまでは、あの、消さないでください。うん。っていうことです。はい。以上でございます。どうでしょうか。うん。 娘も取ってあります。ああ、そうですか。じゃあ大丈夫と思います。はい。なので、3年は、あのー、それ持っといてください。3年すると、あのー、時効が成立するんで。<laughs> はい。っていうね。うん。軽犯罪の場合。あまあ、一応多分それ、あのー、ね、あの、罪に問われるとしたら軽犯罪なんですけど、軽犯罪って、あの、時効が3年なんで。はい。なので、あのー、大丈夫ですよ。3年、持っとけば。え、3年経って、3年過ぎたら、うん。もう、す、あのー、そのスクショ消していいです。はい。っていうことですかね。